は。今回の YouTube お料理しましょうは、私自分の携帯で自撮りをして作ったんですけど、渋皮煮を作ることになって、ちょっと自分で撮ってみました。でも何が何だか分かんないといけないので、一応こうやってご説明するんですけど、渋皮煮で一番大事なのは、皮を、渋皮に絶対傷をつけないように剥かなきゃいけないんです。これが一番難しいんだけれど、でもあとは、まあ、手間はかかるけどそんなに難しいことはないんですね。で、できたらとっても美味しいし、私はいっぺんに50個ぐらい作って、こうやって一個一個クッキングホイルでくるんで冷凍しておきます。そうするともうお正月もこれでいけるし、3月4月ぐらいまでこの栗で楽しむことができるので、まあお暇があったらぜひやってみてください。まあ今年はもう栗がないなっていう時あるかもしれない、でも来年ぜひ挑戦してください。ではスタート。栗の渋皮煮を作っています。昨夜36個の栗を、渋皮を残して皮を剥くこと1時間、今朝重曹の中で今ことことと第1回目の茹で上げをしています。ほら、5分経ったらこんなにたくさんアクが出ました。これで1回火を止めて茹でこぼします。こんな真っ黒けアクが出ます。こんなにアクが出ます。これを洗います。こうしてこのポコポコって綿のような毛を全部一個一個きれいに洗っていきます。こういう黒い筋がピーッと取れます。それを取らないとそこがコチコチになっちゃうので、この作業が一番めんどくさいです。渋皮を傷つけるとそこから割れちゃうので、そこが大変なんです。結構たくさん汚れがついています。汚れじゃないんだな、これは皮ですね。このあと3回ほど茹でこぼすので、そのうちに取れてくると思います。こうして36個全部きれいに洗います。
やりやっちゃうと脂肪皮まで抜けて、そうすると煮ているうちに栗が割れちゃうんですね。だから36個あっても多分成功するのは30個ぐらいだと思います。割れちゃうんですよ。ちょっとでも傷があると、あ、こんなのきっとダメ。ここ穴開いてるから。ね、これは味見用になって、グツグツになったのは、私はよく栗のパウンドケーキ作ります。生地の中に崩れた栗を混ぜ込んでパウンドケーキにしたりします。これもいいかな。傾けると気持ちいいな。お湯が沸騰したので、お湯さっききれいに洗った栗を入れます。これで再沸騰したら5分茹でます。さっききれいにした栗を、沸騰したお湯の中にまた入れました。でこうして、再沸騰したら約5分茹でて、茹でこぼし、また新しいお湯で5分茹でて、また茹でこぼす。これを3回繰り返します。ほら、そろそろぷくぷくしてきた。はい、これで5分スタート。はい、4回目はこうやってだしパックにお茶の葉を大さじ2杯ほど入れて一緒に茹でます。およそ5分か10分ぐらい、10分かなしたら、このお茶だけ取り出して、ここにお砂糖を足してコトコトと弱火で崩れないように煮ていきます。はい、お茶を取り出しましたので、ここにお砂糖を入れます。このお砂糖はいろいろ説があって、どのお砂糖でもいいんですけど、うちは、上白糖を使っています。ここに、500g 入れますが、その分量もお好みで、うちは主人がすごく甘党なので500入れます。やっぱりお砂糖が多い分は栗も腐らず、長持ちしますね。ここに塩一つまみほど入れます。味を締めるためです。はい、このまま15分ほど静かに茹でていきます。はい、砂糖を入れてから約15分ほどコトコトと、弱火で静かに煮ました。これをこのまま、このシロップにつけたまんま、一晩ぐらい置いとくと味が馴染むと思います。はい、お鍋から取り出してこうして、タッパに入れました。瓶をきれいに消毒、沸騰消毒して、そして瓶に入れ替えた方がいいんです。今ちょっとまだあったかいのでこうしておきます。こちらが成功した分、これもやや成功した分、そしてこれが失敗した分です。これを使って渋皮煮のパウンドケーキを作りたいと思います。それはまた今度。栗の渋皮煮完成しました。これはとても綺麗にできた栗です。失敗もいっぱいありました。でもまあまあ成功したかな。36個やって、まあ、6個ぐらい崩れましたかね。はい、こんな感じに出来上がりました。